クリスマス後半戦イエーイ。後半戦、まあ、今ね怪力チームが3ポイントリードということで、まあ、前回見ていただいた方は分かりますけど、僕たちは手加減をしています。そんな風には全く見えなかったです。全く見えなかったです、まあ、ちょっとだけね。サッカーのことが必死やったらどうしよう。もうこれも後半戦はもう何も残さなくていいです。何も残さず絞り切ってください。自分からこう勝ったチームには、おエンディングで教えます。おい、バラすな、バラすな。というわけで、早速、後半戦やっていきましょう。後半戦、1つ目のバトルは VS パイプ。イエーイ、来ました、やっと。やっとこのために来たようなもんです。もうこれも僕の本領発揮なんで、お僕は行かせてもらいます。どうぞ。本領発揮って言ってるけど、僕も本領発揮みたいなもんです。僕が行きます。VS マルク、勝者リュウちゃん。アクロバットリーダーだ。ちゃんとしかもアクロバットして勝った。めっちゃ忘れてた。全然余裕、する余裕なかった。僕のマルクやったら勝ったけどな。それでは次行きましょう。パズルゲームめちゃくちゃクリアしてめっちゃヤバいレベルまでなってるからめっちゃ強い。あの、聞きました。パズルオタクがある。唯一のノーキーじゃない、どこは。じゃあね、ここはね、まだ活躍してないんで、ジョータ、召喚します。サッカーのリベンジをここで晴らす。確かに。
ドルは怪力チームの勝利。ノーキングなかった、ノーキングなかった。よし、ちなみにやけど勝ったけどもう50歩100歩あんま変わらん。いやいや、でも勝ったっていう結果だけで全然違う。時間かかりすぎた、長すぎこれで終わるかなと思ってしまった。マジでムズ、やってみてほしいこれ。でも後ろから見てる方がなんか全体が見えて、絶対その方ができるわ。というわけでどんどん不利になっていくイケメンチーム、はいはい、逆転のチャンスはあるのでしょうか、はい、それでは続いてのバトルいってみましょう。よー、続いてのバトルはボンバーアタックビーム。今回こちらは勝ち抜き戦となります。こちら勝ちましたら2ポイント逆転狙い勝ったら2ポイント。もう、負けたら俺らもう致命的やね、終わり。でもこっち2人やから、あれか、2人復活で復活できる分身の術ありで、分身の術、はい、じゃあですね、あのボール越しに手押し相撲する感じですね。テクニックゲーム、テクニック、そろそろイケメンの皮を剥ぐときが来たわそれではバトルしていきましょう。イエーイ。準備はよろしいでしょうか。それでは1回戦よーい、スタート。ボンバーアタックビッグの勝者は怪力チーム。でもなんか戦い方見てて思ったけど、うん、上手かった、めっちゃ2人とも。なんかちゃんと頭使ってるから俺だけなんか素人で、ここだけなんかクローズ。しかもここ2ポイントだからね。そう、順調に負けてる。というわけで絶賛イケメンチーム負けてますけども、はい、まだまだバトルあります。それでは続いてのバトルいきましょう。Let's go!バトルはニューチャレンジ。こちらですね、3つの試練が待っているこの忍者レースをどれだけ早くクリアできるかというバトルでございます。こちらは全員参加でございます。おー、そしてこちら順位上からポイントがついていきます。はいはいはい。1位が2ポイント、2
2位が1ポイント、あと0ポイントです。なるほどね。高くしすぎたら欲しい。確かに確かに確かに、リスク高いんだ。覚えました、ここに来て。なるほどね。リスクはあんまり手を持ってないです。絶対そうしよう。安全にしよう。それではやっていきましょう。イエーイ。それでは準備よろしいですか。はい、ありがとうございます。3、2、1、スタート。いってらっしゃい。それではご飯を食べてください。
疲れ様でした。お疲れ様。というわけで最終競技を終わり結果を発表したいと思います。はい、それでは第1回チーム対抗アンウォー決定戦、勝利したチームはじゃん、怪力チーム。ですが22対17 15、まあこっちはイケメン売りにしてるから身体能力じゃないから売りしてるのは、ちょっと俺が活躍しすぎたとこあるな。いや本当に普段全然体動かさへんやつが一番活躍してる。押し相撲バリ強い。ちょっとサッカーしか勝てないです。実はもっといろいろやる予定やったんですけど、ちょっと時間の関係でまだやりきれてないんですので、ぜひ第2回も開催したいなと思っております。はいはい、どうでしたか感想みたいな。普段動かない、あのね、体がついてこない。若い時はもっと動けたはずなんよ。ただやっぱ重みが増えてる分パワーが上がっとる。そうそうそう、怪力チームはそこから来てるからね。まあでもこういうとこ普段来ないからめっちゃ楽しかったと。あ、よかった、いい、また来たい普通に。ゆうちゃんは何か聞いたこと。そうですね、僕はもう一個の方ね、 VS パーク行ったじゃない。そうそうそう、前回もね、あっちと同じやつもあれば違うやつもある、うん、違うやつの方が多かった。確かに、そうだから全然同じ名前やけど違うモードがいっぱいあるんで、どっちか行って楽しかったらもう片方も行ってほしいなって思いました。ゆうちゃんがなんか100点満点みたいなコメントしたからびっくりした。確かにそれはほんまに思った。ゆうちゃんが成長したと思って言ってそれはめっちゃ思った。というわけで、はい、まだちょっと次回開催する際は皆さん参加してください。はい、はい、ハマドメンバーの SNS チャンネルなど概要欄に貼ってますのでぜひこちらもチェックしてください。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してね。やってるよ。それではまた次回のアウンモでお会いしましょう。ハバーグッデー。